そうだね。ここで僕がいい加減なこと言うのは簡単だけど、絶対後悔しないこと。しない。自分で決めます。自分で決める、それが大切だよね。自分で決めたならしまったと思っても頑張れる、やり直せる。君ならきっと。私は東高を去ります。そして新商社という重い荷物を一人で背負って生きていきます。なんてかっこいいことが言えるようになるには1リットルの涙が必要だったし、これからももっといると思います。耐えておくれ、私の涙腺よ。沙織、優子、みんなも本当にありがとう。とっても楽しかった。本当にありがとう。いや、私たちも何もしてあげられなくてごめんね。とっても助かったよ、いろいろと。もっと一緒にいたかったよ。私も。でも、しょうがないよ。ユキコ先輩、元気でね。お世話になりました。じゃあみんなも元気でね。補助輪をつけたまま僕は足元のレールを揺れくれ